あ、この人ちょっと眠そうだなとか、はいはいはい、そういうのも踏まえて、はい、その人に合わせた接客をするように心がけています。へえ、やっぱレベル高いっすな。とんでもないです。柳橋Qチャンネル。はい、山田でございます。はい、今日も朝日奈さんにお越しいただいてお越しいただいております。僕もね、緊張しております。あ、本当ですか。うん、あんまりじっくりこう話す機会もないですか、ね、そうですね、面接の時に。あ、そうですね、あと研修の時に、ね、そうですね、うん、くらいなのでですな。はい。で、うちはまあ週1回2回ぐらいですけれども、はいはい、ダブルワークでお仕事されてるんですよね。昼間はしっかり、まあ、しっかりとしたっていう、はいはい、まあ、しっかりとしたね、はい、まあ、ちょっと固めのお仕事されていて、はい、ぜひそちらをお辞めいただいて。お辞めいただいて、専属に。お辞めいただいて、まあぜひね、ちょっとそういう風にしたいくらいですけれども。まあね、はい、ご自身のね、はい、大事な人生があります。そうです、人生ね。うん、まあちょっとね、まだ入ってくださったことのない方も聞いてくださってるので。はい、そうですね、うん、何かアピールポイント。アピールポイント、うん、なんだろうな、お話好きな方でも、うんうん、お話あんまりしたくないって方でも、うん、合わせられるので、うんうん、もちろんね、お話聞いてほしいってことがあれば、うん、ぜひぜひ聞きますし、うん、ゆっくりね、マッサージ受けたいわって人はそれを察知して、はいはいはい、ゆっくりやりますので。空気を読むタイプですね。 そこは、はい、前ね、働いたところのね、うん、あれを生かして。あ、そうか、はい、頑張っておりますので。そういうのも勉強するんだ。そうです、一応お客様がね、何を考えているのかを聞かずに、うん、私は察知しなきゃいけないので、そういうのも考えて、あ、この人ちょっと眠そうだなとか、はいはいはい、そういうのも踏まえて、はい、その人に合わせた接客をするように心がけています。やっぱレベル高いっすな。とんでもないです。わかりました。なので面接いらっしゃる方、はい、お話、僕もそうですけど、はい、女性とお話するの得意じゃないという方も結構いるんですよね。中にはね、いますよね、うん、はい、なので逆に話しやすいと思いますよ。あ、ぜひぜひ。聞き上手だしね。いやいや、うん、そうやって言ってもらえてね、嬉しいですけど。趣味とか休みの日何やってるんですか。休みの日、うん、主にフラフラしてます。出歩くのが好き。出歩くの好きです。はい、極端ですね。この日はもう寝続けるぞって人、うん、この日は買い物行くぞとか、うんうん、この日はもう美味しいカフェ行くぞとか、うんうん、いろいろ決めて行動してます。まあ、それ決めるのは当日なんですけど。そう、今日ね、起きらんないから寝とこうとか、そういう、はい、でも行動派ではあるって感じ。行動派ではあります、どちらかといえば。学生時代は何かやってたと。学生時代は、うん、何をやっていた。遊び歩いてました。遊びまくってた、はい、こんなね、清楚なお姉さんですけど。金髪だったみたいな。そうです、金髪だ。金髪です、本当に。そう、金髪でした。金髪。そう、あ、でもなんか冗談で言ったら本当当たりですよ。マジで当たりです。そうなんだ。あ、でも金髪だからヤンキーとかそういうわけじゃなくて、うんうん、おしゃれでね。そう、おしゃれでね、やっぱり皆さん一度はね、金髪とかやってみたいな。あ、確かに確かに。これでちょっと金髪に。へえ、見えないっすな。今おとなしくなりました、ね、真っ黒だし、清楚だし、真っ白だし、真っ白だし、そうです、結構白いんですよ。ねえ、心は真っ白かどうかは分かりませんけど、はい、そこはちょっと、はい、ぜひ会いに来ていただいて。そうです、ね、反応していただければ。いや、でもね、本当に性格も清純っぽい感じで、はい、あとは年齢層に見えないとかで結構ね。あ、落ち着いてるように見える。喋ってると、うん、うん、年齢層じゃないねって言われたりするんですけど。分かりました。何か聞きたいこととかありますか。免税制業界とか、はい、お店のこととか。お店のこと、いきなり打ち合わせなしですからね、例のこと。そう、なんだろうな、聞きたいこと。お客様がこうマッサージしてって、うん、まあ、重要な部分とかいるじゃないですか。重要な部分ね。そこやっぱ女性だとあんまりどこがいいとかってわからないから、うん、はいはいはい、ぜひ良かったところは言ってほしいですね。すごいっすな。良かったところ、ここがいいとか。そうです。ここはちょっと、まあ、そうでもないよとか、うん、教えてもらいたい。教えてほしいです。あ、全然言われたから嫌だとかそういうのないんで。いや、向上心ですよね。そうですね、やっぱりもっと癒やしたいという。そう、自分が男じゃないので、うんうんうん、やっぱりわからないです、うんうん、だから男性も女性のことわかんないだろうから、こうね、ぜひよかったら確かにそこいいねとか言ってほしいですね。なるほど。はい、
ぜひ朝比奈さん入られるお客様、はい、お聞きになっていらっしゃいましたら、はい、ぜひ言ってください、言ってくださいと、はい、ということでございます。はい、女性でも分かんないですからね。そうですね。で、例えば女性の場合はね、こう足が気持ちかったりしても、うん、男性からしたらそこあんまりなとかっていう人も人それぞれだし、あると思うので。いや、逆にあの僕も女性はもう10年ぐらい童貞なんですけど、10年くらい、はい、あの20代の頃とかね、はい、愛撫したとしても、はい、こういう話大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。初めてこういう話ですけど、全然大丈夫ですよ。やっぱ分かんないですもんね。そうですよね、で言ってくれた方がありがたかったりするしね、はい、お客様の中で全然言える人もいるだろうし、かねて恥ずかしいなって人もいるだろうけど、まあ、全然あの朝日のあったら言ってもらって大丈夫なので。うわ、頼もしい。セラピストさんでございます。とんでもないです。あんま出勤しないんですけど、そこだけがネックなんですけど、でもね、自分のペースで出勤できるのも全然してのいいところですからね。じゃあちょっと後ろ髪引かれる感じではございますけれどももうご予約のお時間になりますので、 ありがたいことです、ね、ここで失礼させていただきます。はい、またぜひよければ、はい、出させていただきたいです。私ぜひぜひ、はい、ということで、はい、では今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。お待ちします。失礼します。面白かった人は高評価ボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いします。セラピストさんになってみたい方もご連絡お待ちしてます。